皆さんに読んでほしい漫画が、映像系には手を出すなという漫画があります。ピクシブで始まって、で、月刊スピリッツの方に、場を移してるやつなんですけど、もう読んだ人もね、かなりいると思うんですけども、めちゃくちゃ面白いんですよね。ちょっとね、読みにくい、漫画をそんなに書き慣れてないというかね、週刊漫画のペースで書いてる分かりやすい漫画じゃないんですね。どちらかというと月刊誌の密度が濃いところの書き方に近いんですけどもですね、女子高生の話です。高校のアニメ研で、アニメ研がすでにあって、あるのでですね、自分たちは映像研っていうのを作って、女の子3人で映像研っていうのを作って、その中でアニメ作ると。で、その中の一人が、もうとてつもない天才で、とにかく何を見てもものすごい設定とかが思いついて、そのメカニック設定がものすごい面白いんですよ、ね。で、もう一人女の子がいて、この女の子は、もう一人の女の子は美少女で、アイドルっていうか女優やってるんですよね。女優、モデルかな？モデルやってて、で、お父さんもお母さんも俳優さんで、いわゆる美系の家族に生まれて、で、親からはアニメとか漫画とかああいうオタクのものに手を出すなと。後を継いで女優とかになってくれればそれでいいっていうふうに言われてるんですけども、それが嫌で、とにかく絵を描きたくて描きたくて、動かしたくて動かしたくて仕方がないと。今アニメ化されるのかなって出てきたんですけども、これアニメ化できません。なんでかっていうと、いろんな事件があるたびに、その主人公のちょっと背が低い、僕は宮崎駿って呼んでるんですけど、宮崎駿が美少女になったようなやつがですね、出す妄想のメカニックの設定とその動きの指定が細かすぎて、これを毎週アニメでオンエアするのは不可能なんですよね。だから、やるんだとしたら、かなり準備して、これ、所詮いわゆるギャグアニメというかコメディアニメのくせに、毎回毎回少しずつ設定変えて、だってなんで学園ものが多いのかっていうと、設定一つで何話も転がせるから作りやすいんですよ。でも映像系に手を出すのみたいな、1話ごとに設定がガン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 変わっていくような話っていうのは本当に難しいんですよね。で、中で普通のロボットアニメではこういうふうにごまかすんだけど、本当はこのように動かなくてはいけないみたいなことを言ってるから、ね、自分たちでハードルすごい上げてるんですよ。すごい面白いです。まあ、で、あともう一人がですね、えげつないやり口で、その二人をですね、追い詰めていって仕事をさせるプロデューサーみたいな目つきの悪い女の子が出ててですね、これ内容はね、俺はね、宮崎駿と岡田斗司夫と手塚治虫が美少女に転生してアニメ作ってるみたいな話っていうふうに呼んでるんですけども。もうすっごい面白いです。鈴木と、岡田斗司夫の部分を鈴木斗司夫に変えても可能ですけれどもですね。頭がおかしいような才能のある奴らが、蝶々橋と周りと戦いながらアニメを作っていく。で、そのアニメが案外時間が取れないからしょぼいものになってしまいがちだけど、ここだけはこだわるっていうのが、ちょっとね、アニメ作ってた身としてはやたらリアルで燃えるんですよね。こういうですね、一昔前なら男子でやった内容をなんでまあ女子高生でやるのかっていうのは、まあ、いろんな評論家の方に頑張って分析していただきたいところだと思います。映像研に手を出すなですね。舞台はですね、芝浜高校というですね、高校にですね、浅草みどりというですね、女の子が入学してするところから入ります。不思議な学校にですね、入学してきてですね、すごくいい学校だ。この学校でアニメ、この高校でアニメを作るというふうに彼女が言います。そして、その浅草の友達ですね、金森というですね、金の亡者みたいなのと、読者、カリスマ読者モデルとして有名な、水崎というのと、三人の人間がいます。アニメ系に入らないのかと聞かれると、私は一人は何もできんのだというふうに言うんですけども、金森がですね、浅草さん、水崎の友達になってください。彼女で一儲けできませんかねと。ここら辺のですね、もう最初の数ページで、ざっとしたキャラクターがバッと紹介されます。で、ところがですね、その読者モデル、カリスマ読者モデルの水崎は、両親に反対されて、アニメ研に入っていけないということがわかります。なのでですね、金森はですね、決め台詞ですね。入部できないんだったら、部を設立すればいいじゃないですか。我々をモラトリアムにもらえてるんですよ。失うこともない、ノーリスクです。アニメの知識ありませんが、もろもろのサポートはしますよというふうに、バシンということで、お話が一気に進み出すと。で、ストーリー全体としてはですね、まずこれでキャラクターの配列が出てきたんですけれども、水崎っていう読者モデルの子がですね、アニメの天才なんですね。とにかく何でも動かすと。で、動かしたがると。で、それに対して一番最初に出てきた、この学校でわしはアニメを作ると言ってた背の低いですね、女の子がですね、この浅草が
メカの天才というか設定の天才なんですね。だからその宮崎駿、高畑勲みたいにちょっとね、例えにくいところあるんですけど、はっきりしてるのはその金森さんって俺が一番好きなキャラがですね、鈴木敏夫の生き写しのようなやつだということだけ覚えておいていただければいいと思います。大きな流れとしては何かヒントがあると。例えばこの、第1話です。ではですね、水崎が書いた、ちょっとした画面の隅に書いたこのポッド。この飛行ポッドみたいなところからヒントが出てきて、あーとですね、浅草の中にイメージが湧いてきます。で、こちらの方でですね、デザインをどん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 リアルにしていこう、リアルにしていこう、リアルにしていこうというふうにして、ターボファンエンジンにしようかとか、こう。で、これでは着陸できないから、タイヤ兼カウンターウェイトをつけて、ダグデッドファンを二重反転プロペラにしてっていうふうに、もう読者を置いてきっぱなしのですね、話がザーッと出てきたかと思うと、できたーって言ってですね、2ページ見開きで設定が紹介されるっていうですね、もう漫画の文法を無視してるんですね。どの順番で読みやすいとかですね、ジャンプ編集部に持っていくと、うん、落ち着こうねっていうふうに言われるような漫画なんですけども、やっぱこれね、僕面白いと思ったのが、この設定の数々がですね、微妙に、かっこよさで書いてないことなんですよ。例えばこの二人乗りなんですけど、縦位置で二人で乗るんですけども、前で操作する人はですね、ペダルを踏むために足を広げて座らざるを得ないんですね。で、これはおそらく前の操縦桿の、まあ、残ったものみたいなもんだと思うんですけど、普通ここ、縦に操縦桿あるんですけど、これはないんですよ。で、脱出用のですね、いろいろな装置含めて、この股間のあたりというのは割とメカが詰まりがちなので、戦闘機に乗る人間は必ず足広げて乗ってペダル踏むんですよ。で、後ろの人間もですね、いざという場合操作するためか何か分かんないんですけど、ペダルを踏むために足を両者広げなきゃいけないっていう、女子高生が乗るにしてはやたら不格好なんですね。そこら辺がリアルで、うわかっこいいなと思うのと、あとはその二重反転のプロペラでダクテッドファンで、これ実はフラプター、羽ばたき飛行機に見えるんですけども、飛行機なんですね。通常の飛行機なんですね。で、通常の飛行機でこの羽のいろんなものをですね、すごく細かく変えることによって翼断面を調整して、おそらく揚力を調整するというような感じになっているのでですね、この羽の端っこの方には、翼端灯という明かりもついていると。こんなもう羽ばたき飛行機だったらですね、翼端灯がついてるはずがないんですというのがわかるというですね、なんでしょうね。わかるやつはわかって大喜びだけども、読者これで大丈夫なのと。あと、編集者さんちゃんと仕事してますかと。もっと作者を止めるのも仕事ですよっていうふうに思っちゃうんですけども、この帰り後がですね、ドーンと設定が出てくるのが、おわ、かっこいいなって思ったら、その瞬間に、まあ、つまり順番としては、何かヒントがあると。そうすると、浅草が頭の中で、もう、来た来た来たというふうな感じで、妄想で設定をわーっと作ると。そうすると、三人が一斉にこの、カイリー号という飛んでる風景が、ポンと見えてしまう。ですね。ここがですね、この作品の、まあ、パターンというかですね、肝みたいな感じになってます。で、このカイリー号がバーッと飛んでる世界がですね、僕はやっぱりいつも嬉しいのがですね、ここら辺にモノレールっぽいものが走ってる。モノレールっぽいものが走ってながら、よく見るとこれモノレールじゃないんですね。僕最初、懸垂式のモノレールかなと思ったら、これロープウェイなんですよ。ロープウェイが進化した世界。つまり、未来世界っていうのを書こうとするんではなくて、ある特定の乖離号っていうのが可能になった世界では、こういう技術が応用されて、こんな世界が出てくるっていう。出てくるメカ一つ一つに合わせて、その、特注の劇中設定世界というのがですね、出てくるところ。だから空中にあるのもですね、ここに行くと止まるっていうのは、これ信号機なんですね。で、空中に信号機があるということは、空中でもうおそらくその交通ラッシュみたいなものがあるだろうしっていうですね、僕らが空飛ぶメカの世界というのはこうだというよりは、かなり遅れてる技術でやってる。それが提灯になってるところも含めてですね、何かこの絵で、あ、こういう世界なんだって分からせるですね。ブレードランナーとか初期にボードだけとか発表された時はちょうどこんな感じで見てたんですけど、そういう見方をさせていただけるのが大変いいだなというふうに思いました。これがですね、映像系には手を出すの世界です。では作者のです、大原さんに登場していただきましょう。大原先生お願いします。はい。あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。はい。よろしくお願いします。はい、ここがね、センター線なんで、もうちょっと聞いてもらえますか。はい。やりにくいっすか。いや、まあ、大丈夫だと。自分の作品をあれこれ言われてやりにくい。いや、僕は結構そういうの平気な方だと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回僕が、はい、影の薄いイケメンって言ったら、みんなどんなやつが来るんだと思って。はい
NASA の方から参りました。 NASA の方から NASA の T シャツですよね。そうですね、これはあの GU でなんか800円ぐらいで売ってました、はい、そうか、はい、GU でタイアップした、悔しい。いやなんか今日のためにいろいろあの T シャツで、はい、ユニクロと GU に主に行ったんですけど、はい、見に行って、でフィアットチンケチェントのシャツとかもユニクロにあって、はい、990円で、はい、でまあいろいろ迷ったんですけど、まあでもここに来て、はい、でなんかこういろいろアニメのことを語るときに、はい、まさかそんなフィアット着てくるわけにはいかないよなってなんかあの喋り方が若手芸人みたいに言われてますいいな、はい、今色にいろいろあるというですね、はい、あとなんか髪型生きてるとかですね、いろんな心ないツッコミがありますけど気にしないでください。いやいや大丈夫です大丈夫です、僕は、はいはい、思うっていう、はい、あとね僕やっぱ今回こういうこと言ってると、はい、自分の首絞める面白かったのが、はい、この金森さんというキャラですね、はい、彼女一儲けできませんか、はい、もう初登場ぐらいからこんなこと言ってるんですけども、あのこの番組に出る、ニコ生岡田中に出るっていうのを告知された瞬間にツイッターで絡まれてたじゃないですか。熱心なファンの方から、岡田敏夫には近、手を出すなと。はい。そうですね。近づいたら純粋なあなたが汚れてしまう。汚れてしまう。余計なお世話だって思う半分。はい、確かになって思う半分ですね。はいはいはい。どう返すのかなと思ったら、すごい真面目に相手してらして。そうですね。その中で、俺は、はい、あ、ごめんなさい。あの、リアル金森だから、うん、あの、作品が売れるためだったら何でもするのですよって返してたら余計炎上しててですね。いやちょっと違うんですよ、はい、ニュアンスが、はい、あの岡田敏夫さんとのこの対談で、はい、あの果たして僕がこうダメージを受けるかどうかっていう、はいはいはい、あのこの中で、まあ、例えば岡田さんがいやあんた違うよっていうふうに僕に言って、はいはい、いやこれはこうだこうだって、あそうかまだまだだな僕はダメだって言って傷ついて帰ってくるか、あ岡田さんすごい、あなんかもう僕はこの人についていこうと思って、どっちにもない話でいいじゃん、なんか作品の作品のテストが変わってしまうとか、はいはい、そういうことがあると、はい思いますか、はい、っていうところで、いや僕は金森なんで大丈夫ですよ、金森なんです岡田敏夫という人間と話しても大丈夫ですよっていうことを僕は言おうとしたっていうことなんで、あのいやまあ岡田敏夫に私が毒されてもあの漫画さえ売れれば俺は金のためになんか悪魔に魂を売るんだみたいなそういう話ではない、そういう話はないって言いながらこの売るんだの部分の方の演技の方に力が入ってるんで、いや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 。で、はい、俺聞きたかったのがこの金森のセリフなんですけども、はい、我々にはジブリやディズニーのようなブランドもないんでジャンルで宣伝しないと金になりません、うんうんはい、リアル金森だとしたらですね、はい、作者があのこの漫画は映像系には手を出すのはどんなジャンルなんですか？いや、ね、簡単に言えてしまう言葉はいくつもあって、はい、その言葉それぞれあの、うんうん、バラバラなんですよ、うん、でもおそらくどれを取ってもなるほどってみんな思うと思うので、はいはいはい、なかなかどれというのは選びづらいんですが、まあ、まあ、多分どれを取ってもなるほどと思ってちょっとずつ誤解されるわけですよね、そうですね、はい、ど真ん中芯じゃないし、はい、あとど真ん中芯を書けばいいというもんでもないので、じゃあ、まあはい、言ってしまえば、うん、ジャンルとしてはオタクですかね、うんうんうん、日常系なんですかこれって？いや日常ではない、うん、日常、そう日常ではないですね、リアルものではあるとは思いますけど、はいはいはい、アニメを作るということを書こうとしたのか、それとも女の子にしたのは何か理由があるのかとか、ね、あの最初の本も、はい、あの女子高生だから読まないみたいな話は結構あったんですけど、えそうなんですか、あいやあの今あのさっきコメントで、はいはい、でそこなんですよ、はい、これねでもねちょっと知能指数を上げてしまうかな , 笑いながら言うと嫌なやつですよねいやあの、はい、じゃあ男である理由って何なんですかって、はい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 、で実際にあの、うん、僕があの知ってる、うん、あの方であの女性のアニメーターで、はい、ものすごい
ものすごい能力を持ってる方もいらっしゃいますし、はいはい、前の配信では、まあ、岡田さんって、そんな上手い女性の人がいるの、あそこに座ってるよとか言われて、はいはいはい、佐田本さんに言われて、とか言う、そういうこともあったし、はい、で、別にそのオタクっぽいやつとかが、女の子でも何の問題もないんですよ。だから、男男女の3人組でもいいし、女男の3人組でもいいし、うん、で、まあ、男3人でもいいんだったら、女3人でも別にいいじゃんっていう風に僕は言っていきたいとは思ってる。でもひねくれたオタクとしては、はい、女3人にして売れようとしてるねっていう風に思うじゃないですか。はい、わかりますよ、わかりますよ。そこら辺はどのように自己正当化して理論化されてるのか。そうですね、それはそうだな、こっちより今日のゲストものすごい楽。なんでも言えるわね。こっち寄りに考えてくれっていうだけですね、はい、僕に寄り添ってっていうぐらいでしか、はいはいはい、正当化できないですけど、はい、僕の欲望を言ってしまうと、はい、女の子を描く方が楽だからっていう、ただそれに尽きるんですよ。なので読んだ方は分かると思うんですけど、うん、でまあ、ひねくれてる方にはなんか別のものに見えてしまうものなので、はい、それはまあしょうがない、まあ、ひねくれてる、まあ、僕みたいな人間ですね、はい、僕みたいな人間にとっては、あ、なんだこいつ、あ、結局こいつ女で描くのか、つまんねえ、ふっていうのが僕なんで、それはもう下田さんの言ってることはもう本当に分かります、本当に分かりますけど、まあ、僕はやっぱり描く側になると防衛陣いくつあるんですか。なんか誘い込んで我々を全滅させようとしてませんか。大丈夫です、大丈夫です。で、まあ、ただ読んでくれれば分かると思うんですけど、外見が女性であるという、はい、まあ、スカートを履いているというだけで、はい、別にその子らが何ですかね、今までのその文化で作られてきた女の子像になってるかというと、別になっちゃいないわけです。で、むしろですね、ちょっと聞いてくださいね、これ。はい、もうちょっと可愛く描いてくれって僕は言われてるわけですよ、編集部には。はい。はい、でも、いや、これが、この変な、ひねくれた、この適当な顔が一番可愛いんじゃんと思って僕は描いてるわけです。はいはいはい、だから、もし僕にその可愛い女の子を描く、うんうん、まあ、くびれがあって、で、おっぱいでかくて、あるいは貧乳でみたいな。はいはいはい。で、僕は貧乳すら描いてないし、この巨乳すら描いてない。描いてないですよ。で、描かないって、ほんと、風呂に入りながら描かないって、そう、すごいシーン描いてますよ、ね。で、まあ、でも、まあ、っていう、そういう状態で書いてるので、僕はなんかこう、性的な、視点から、見てもらうことによって、作品を売ろうとは一切してないんですよ。はいはいはい。だから、どうしたもんかって、やっぱり。どちらかというと、あれなんですか、ゼロからアニメを作らなきゃいけない、はい、才能だけはあるんだけども、うん、世間知みたいなものもないし、コネもない人たちの、なんだろうな、結局、漫画の主人公たちだから能力を与えなきゃいけないじゃないですか。はい、能力を与えなきゃいけないけども、それで男だったら何でもできちゃいそうな感じがするから、代わりの弱さとして女の子っぽい部分を入れてるみたいな。いや、そういうニュアンスもない。そうですね、うん、それもないですね。それがあったとしたら金森が成立しないかなっていうのはあるんで。そうですね。はい、で、まあ、行動力的にも別に浅草とかは別にそんな、はい、男、下手に男出すよりはよほど行動的だと思うんで、うん、男で活動的なやつを出すよりは女の子であれぐらい動くキャラ出した方が大原さんにとってはリアルですか。いや、そこは別にリアルでは、うん、その女性とか男性とかに頓着してるポイントが、僕はその描きやすいとか可愛いとか描きやすい、うん、可愛いとかその辺しか、その、小手先の話でしかないんで、うんうん、僕のこの辺りの話のことなんで、うん、頭の中では別に人間を描いてるに過ぎない。ロボット犬の男子生徒が出てくるときに、はいはい、ああ、これは男子で主人公なくてよかったって俺正直思いましたから。まあ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 、そういう、だから別の効果は生んでるとは思いますね。うん、はい、はい、ではですね、ちょっと本当はね、45分だから前半ここで終わりなんですけども、はいはい、あまりに面白くです。おまけにレジュメが全然進んでないのでですね。はい、はい。ちょっと無料放送延長してですね。はい、まず僕面白がってたポイントとして、はいはい、すごく聞きたかったのがですね、なんだっけ、一番最初のやつを出した方がいいんだな。あった。芝浜高校。これですね、はい、芝浜高校とは何ぞやっていうですね、はい、はいはいはい、
これからお伺いしたかったんですけども、ほうほうほう、これですね、なんか僕のしてみればすごくいい場所に見えるんですよ、うん、まさに公立ダンジョンって書いてあるんですけども、はい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 、理想の学校で、理想の学校ってあの、はい、ホグワーツ魔法学校とかですね、あと僕の世代ではあの小松左京さんっていう人が書いた継ぐのは誰かというのに出てくるバージニア大学都市っていうのがあってですね、ほうほうほう、それはですね、もう本当にああ大人になったらあんな大学行ってみたいみたいなのがあって、やっぱりその世代によって究極超人 R 読んでるとか、はい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 、この高校行きたいっていうのがあるんですけども、芝浜高校もその一つなんですよ。おー、なるほど、ところがちょっと LINE で伺った時に、はい、理想郷として書いてないっていうので、すごいびっくりしたんですけども。そうですね。僕のその理想郷として書いてないっていうのは、はい、人間たちのことなんですよ。はい、で、まあ、こういう校舎には僕は、行ってみたいとは思うんですけど、はい、で、その、うん、ホグワーツが理想っていうのは、それはどういう意味での、なんかね、建物っていうことではないですよね。あ、いや、でも全部含めて。建物の雰囲気、量があって、はい、なんかそこに男女、全部一緒に入ってて、魔法とかファンタジーに憧れてるだったら、あんな大学行きたいとか。なるほど、なるほど。で、その、SF とかそういうのが好きだったらば、はい、小松左京の書いたあの学校行きたい。で、これってなんか、アニメとか、なんだろうな、そういう妄想がある人だったら、一回は住んでみたい、うん、行ってみたい学校。ああ、そうですね。そういう。うるせえ奴らの学校みたいな感じで、はい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 。そういう意味では理想郷かもしれないですね。はい。で、はい、理想郷でないっていうのは、まあ、ちょっとした、はい。はい、あ、このフリップですね。構造どうなってるんですか、これ。あ、これ正門からしてもう変なんですけども。正門からして。これはですね、この芝浜高校で、なんか1、2年生 B 軍校舎って書いてるんですけど、はい、A 軍、B 軍っていうふうに校舎軍が分かれてる。そうですね、はい。はい、校舎軍分かれてます。一応その全体の設計図みたいなのをぼちぼち作りながら書いてはいるんですけど、はい、整合性取るのが大変で、はい、うまくいってない。で、まあこれ、まあ並べてみていただけると分からないですね。はい、並べてみていただいても分かんないですね。ここのね、はい、この、ちょうど、度重なる増改築によっての、よっての小さい「つ」と、複雑回帰の「回」あたりにこう橋が渡ってるんですよ。ここに。ああ、はいはいはい。本当はその吹き出しによって隠れてるけど橋が渡ってるんです、ね。そうなんですよ。橋が渡ってる。はいはいはい、でですね、これ、はい。ここに、これ橋渡ってますね、これ。はい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 。あ、本当だ、はい。はいはいはい。で、浅草のこのアップのところがこれですね。ここに、ね、はい、橋の、正面。そうなんですよ。それが気になってたんですよ。この正門っていうのがどこなのか。はい、で、これが、橋を渡る手前ですね。はい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 、はい。で、手前から橋を渡って、入ってくって。で、そのシーンは、そうだな、ね、はい、第2集には、出てますね、はい、橋は。はい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 。はい、そういうなんか、校舎全体のレイアウトっていうのは、じゃあ、ほぼ作者の頭の中にはある。そうですね、ある程度は。はいはい、はい。ある程度は。で、僕ね、それで、あと、書き方で、はい、めちゃくちゃ気になったのが、職員室に行って、なんか物質を作ろうと申請するシーンなんですけども、はい、まずこの職員室で、はい、いきなりこの職員室のドアの上にガラスの格子が書いてあると。はいはいはい。なんでこいつはこんなものを書くんだと。普通、こういうところは何も書かないぞと。風景だからいいじゃないですか。これなんかすごい古い建物だというのが分かると。いわゆる、大正とか昭和の初期に作られた洋館作りです、ね、はい。で、もうちょっと見ていただくと嬉しいんですけど、はいはい、ここ、ガラスが歪んで揺れてるんですよ。つまり、今の工業製品のトラッツなガラスではなくて、手で作った歪んだガラスなんです、はい、歪んで波打っちゃうから。それがまだ生き残ってるわけです。はい、で、この下行くとですね、この職員室で、この向こうに生徒会の建物がちょっと見えてて、あ、これ建物じゃないんですよ、実は。これ違うんですか、はい、はい。これ、この手前のロッカーみたいなところに、はい、上に乗ってる段ボール箱なんです。あ、そうなの。はい。で、あと、この、パースがついた窓って、はい、あれ、手前に倒れてくるタイプで開ける窓ですか。いや、天井近くにこう、斜めについてる窓です。はいはいはい、はい。めっちゃ複雑。で、ここに階段があって、中2階に人がいてっていう構造になってて、はいはい、なんかここが見たときに、どういう構造か、一見したらわからないような。これですね、わからないのには一つ理由があって、はい、ここの上に吊ってあるこの蛍光灯で隠してるんですけど、はい、ここにある柱と、はい、これですね、ここの立ってる柱と、はい、この柱と、はい、それと、
こっちの柱が絵の上でつながっちゃってるんですけど、これは MC エッシャー的な、はいはいはい、わけのわかんない構造になっちゃうんですよ、はいはいはい、なのでパースは概ね合ってるように書いてあるんですけど、はい、本当はここで直角に曲がってるわけですね。そうなんですよ、この位置で、はい、本来であればここに柱があるとするとこのあ、すみません、はい、映画コンテスト100万円っていうのが隠れる位置に、はい、こんぐらいの太い柱がドーンとこう立つことになるんですよ、はいはいはい、でこれをどけるために何とかしてごまかそうっていうんでここに蛍光灯を釣って、はい、角とかを隠したんです。なので微妙にこう空間が把握しづらくなってる。すいません、そんなことまで言いました。いやいやいや、俺好きなのがこの金森のですね、はい、こののけぞって100万円って、そう、この100万円が見えたから金森は思わずのけぞって、はい、この位置だったら真横だからここで背中のけぞってこの演技を一回入れる、ちょっとこの映画的な手法がですね、はいはい、ああこいつ凝ってるな、こいつすいません。いや大丈夫です。でこの後ですね、動きとしてこの二人の間に真ん中に入ってくる、はい、全てこの実は動きで表現しててセリフだけでやればいいのに、金森がのけぞって次に二人の間に割って入って前へ進むっていうあたりがですね、はいはいはい、やるじゃんと。やるじゃんと言ってコメントもしにくいでしょうけども。そうですね、ありがとうございます。やっぱり動きは一連の動作で書きたいっていうのがあって、はい、で、それが、僕がこれを書く前に。あんまり漫画家の発想ではないですよ。いや、ほんとね、書き始めてると本当に、コマ数が増えちゃうんで、はい、これ、やっぱり連載するの無理だなって思ってるんですけど、はい、まあ、僕、映画とか自主制作映画とかずっと撮ってて、はい、で、はい、漫画ほとんど書いたことがなかったんで、はい、話を転がしていくのが全部動作だと思ってたんですよ。あ、なので、はいはい、こう書くのは僕にとってはもう自然なことというか、うん、こう動いてこうなるっていう風に書くしかない。で、それでどんどんコマ数増やしていくと、本当に腕が効く早い人じゃないと。はい、僕これ映画的なのかなと思ったら、映画ですらなかった。映画ですらないっていうのがいいんですけど、うん、これ次のランドリーのシーンなんですけども、二、はい、人が服が汚れて着替えるためにランドリーに行くと、うん、まあ、これもですね、すごい魚眼レンズというかですね、かなり、本当はこれ平行な線なのが寄っていて、すごいパース取って書いてあるんですけども。で、中に入ったらですね、金森が窓に座って話すと。で、ここで内側と話してるの、はい、これを次のコマで、外から見て、はいはい、ここにめっちゃ小さく金森が窓に座って書いてあると。はい、これ、映画で撮ったら多分繋がらないというか。うん、結局漫画で書いてあって、吹き出しのこの線があるからこそ、ここの間で会話してるのが繋がるっていうですね、うん、はい。めちゃくちゃこの漫画を、利用した技法ですよね。そうですね。確かに。なるほど。はいはいはい。でこれも本当は分けなくていいのに、分けてこの校舎を書いてしまう、うん、そんなにこの校舎書きたいですか。いや、うん、ちなみにこれ校舎じゃないんですよ、はいはいはい、これこのランドリーは校舎じゃないんですか。これ場所移動してて、はい、駅の近くに、近くではないんだけど近くにある、はい、まあ、こういう集合住宅があったりなかったりする、はいはいはい、この学校だけじゃなくてこの辺りは全部こういう風な、そうですね、芝浜という地域はこんな感じになってるっていう、はいはい、うんうん、背景描くのが好きなのかっていう人が書いてる。そうですね、人間よりは好きですからね。あと僕ね、ちょっと一つ飛ばしてです、はい、誰に向けての描いてるんですか、はいはいはい、この漫画っていうのを聞きたかったんですけども、動画机が、はい、新しくもらった映像系の物質でもらうシーンですね、はい、はい、動画机をもらいます。そうするとわあ、もういろいろ全部ついてると言ってですね、はい、タップもある、ラジカセもある、ラジカセの辺から変だなと思ったんですけども、はい、これあれですね、松下電器のナショナルの狙えクーガーっていう、はい、クーガーです、はいはいはい、上でアンテナ回すタイプです。そうです、アンテナ回すタイプ。本当に25歳ですから。で、ここになんかなんだろう、テープレコーダーのテープがあって、はい、1974年10月6、宇宙と何のカセットだ、パン探偵無読めないって書いてあるんです。まあこれもちろん、宇宙戦艦ヤマトの本放送を録画したテープが残ってる。はいはいはい、録音したテープが残ってる。はいはい、録音したテープ、はい。で、これもちろん、まあ、テレビの前に。チンパン探偵無種バラバラ。無種バラ、はい。ちょいと出ました、チンパン探偵って。で、はい、誰に向かって漫画描いてるんですか。いや、これ読むの絶対50、チンパン探偵無種バラバラ、55歳以上ですよ。はいはいはい。いや、はい、そうですね、
これは、そう、誰に向かってか、さっきの後者のやつにしてもそうなんですけども、はい、一つ一つ話を伺ってると、はい、そうかそうかと思うんですけども、総合して、お前誰に向かって漫画描いてんの？何かもう、生き別れの母親で、俺と同い年ぐらいの人がいて、その人にいつか読んでほしいと思って描いてるぐらいのことを言われないと。そうですね、これ、あ、そうだな。まあ、これは、はい、作者としてじゃないです。はい、プロデューサーとして言います、はいはいはい。この漫画をプロデュースしてる人間だと思って言います。はいはい、で、なので、この作者がそういう意図だっていうことは思わないでほしいんですけど、はい、プロデューサーとしては、この作品はオタクに向けてやっぱり書いてるんですよ。はい、で、やっぱり、僕そもそもその漫画とかアニメとかそういう媒体みたいなメディアをそういうものを別に信用しなくて、はい、で信用しないっていうのはどういうことかっていうと僕漫画描いてるつもりがあんまりないっていう、はい、で漫画の表現にある程度乗っかって描いてはいるんですけど、はい、それはもう積み上げられてきたものなので、はい、乗っかった方が人に伝えやすいっていう意味では、はい、その漫画っていう描き方に乗っかってはいるんですけど、はいはいはい、でその漫画をどういう風に楽しむかってなった時に、はいはい、それストーリーラインを楽しむっていうのと、はい、キャラクターにあ可愛いとかかっこいいって思って楽しませるのと、はいはい、あとその知的好奇心を煽るはい、要するに、はい、今までその漫画っていうものが、うん、本とは違うっていうふうにある程度分けられて扱われてきたのと同じような時、はい、そういう土壌の本側に寄せるっていう、はいはいはい、そういうようなイメージでいくと、はい、このチンパン探偵ムッシュバラバラとかいうのは知的好奇心を煽るんですよ、はい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 、と僕は考えたんですね、はい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 、で宇宙探偵、宇宙戦艦。宇宙忍者ゴームズっていうの見たんでしょ、さっきコメントで流れてたの。いやいや、で、そういう、その宇宙戦艦ヤマトとかはもちろん誰でもわかると思うんですよ、はいはい。で、宇宙戦艦。誰でもわかってるよ !74 年10月6日ヤマトでわかってるよ。いや、そうですか。いや、で、まあ、僕は、はい、まあ、間違えてわかると思ってしまったんですね、はい。で、わかると思ってしまって書いて、で、ヤマトはわかる。ヤマトはわかるけど、このムッシュバラバラについてはほとんど分かる人がいないんですよ、はい、でとなると何だろうって思うじゃないですか、はいはいはい、で何だろうって思うとやっぱり内容がこう文字数より厚みを増すんですよ、はい、ああ、はい、なるほどそういう感じですなので、はいはい、これもじゃあ言ってみれば絵にパーツをつけてとか、はいはいはい、遠近感をつけて描くのと同じように、はい、内容に立体感をつけるための道具っていう、そうですね道具に近いですね、はい、あ面白いですねなので、はい、舞台劇ではなくて映画を撮るとか、まあ、3次元的に撮るとかいうのと同じような感じじゃないかなと、はいはい今から口、はい、ちょっと面白い口から出まかせで言うとそう、はい、いやいやいやそこで出まかせって言うからもう明日ネットニュースで出まかせってこいつの漫画出まかせだと出まかせだと大笑おし手を出すだとか書かれます、はい、ということで、はい、もう本当に15分ぐらい延長しちゃったので、はい無料部分これぐらいにしてです、はい、割と漫画っぽい作り方、書き方してるじゃないですか。ああ、はい、そうですね。はい、第一話ってよく連載の時に編集部の人に、はい、何回も直されるって言われてます。何回も直されました。やっぱそうなんですか。何回も直されましたね。ここへ至るまでどういう構成だったんですか、はい、初期案は。いやもう覚えてないですね。何パターンもずっと保存してあるんで、はいうんうんうん、あるにはあるんですけど、なんか。兄ちゃん、もうちょっと体こう向けよう、はい。なんかね、俺の方向いてるとなんかね、俺にイチャイチャしてるように見えるから。わかりました、はい。初期案では、はい、水崎が、もうちょっとこうクールなタイプというか口数が少ない女の子だったみたいなそういうのは覚えてるんですけどこの第1ページ目に関してはなんか割と引きの良さとしてはなんかこれで通ったような気もここからもういきなりそうですねはいもうこのいわゆる風景から入っていってキャラドンっていうのは最初から割と決めてたんですか、はい、やっぱり芸合じゃないですけどやっぱりそのスタイルにのっとった方がっていうのはいろいろ連載っぽくていいですね、まあ、そうですね教えてもらったっていうのももちろんあって、はいはい、ページめくるとこれが表紙絵がドーンと出るわけですねはいはい、はいはい、これは1話を書き終わってから書くんですかいやどうだったかなそれも全然覚えてないですね全然覚えてないですねあでもそうだったと思いますねなんかこう面倒くさそうなページっていうのは僕結構その、
後回しにしたりするんで、はいはい、ここに関しても後から。これ後に出てくる、はい、デビュー作のアニメに出てくる飛行機ですか？いや、ではないです。これ何なんですか、いきなりここに書いてある。これは、まあ、アスカ2っていう、はいはいはい、まあ、試験飛行機があって、はい、VTO、STOL ですね、短距離離陸型の、はいはい、で、翼にの下にエンジンがついてるんじゃなくて、はい、翼の上にエンジンがついてるっていうタイプの、この6発機と思いきや、6発に対して7、8とここの尾翼の方にもあと2発ついてるんですけど、はい、8発機なんですけど、いや、で俺が聞いたことが、はい、これは何ですかって言うんだよ、この飛行機の回数じゃなくて何上にここに飛行機を書こうと思ったの。いや、やっぱりこうなくても成立するんですけども、この世界っていうのはこういう世界、この世界に、この映像系の世界に実際に出てくるというよりは、はい、まあ、これがちょっと一つ の空想の世界のようなイメージでっていうことだったんですね、うんうん、まあ、この3人がいる場所の中に、はい、彼女たちの妄想の世界がちょっと関わってくるみたいな。そうですね、そういう、で後ろの方にも実はちょっとあの幻想的な、あ、はい、あのビル群みたいなものがこういうところにあるので、こういうなんか自分の漫画を解説させるのは大丈夫ですか？恥ずかしくないですか？大丈夫、割と大丈夫です、ね、割と大丈夫、今のところメンタル強いなとりあえず今回は、浅草と金森のキャラの立てるというのが第一にしてるんですか、はい、そうですね。なので、1ページ目でやって浅草をドーンと出したので、今度はまあ金森をまあこう出してくる、はい、ほんで、はい、やっぱりページ数にも制限があるんで、はい、あの早めに出した方がいいだろうっていうのと、はい、いろいろ調べてみたりとか、いろいろその編集さんから聞いたりすると、キャラクターっていうのは最初の方に一覧のように登場させた方がいいみたいな、その方がいいっていう話を聞いてっていうのもありますね、うんうんうん、それはもう1ページ目と同じような感じで、とりあえず1ページ目だから、1ページ目に出たからといって浅草が主役というわけではない。これ主役誰なの？いやどうなんですかね、うん、僕としては浅草を主役としてあの理解してはいるんですけど、はい、あの構成上それが主役になってるかっていうとちょっとどうなんだろうっていうのは僕自身も思いますね、うんうん、なんか僕も単行本の1巻読んだ時はすごい浅草主役のイメージがあったんですけど、うんうん、はい、1巻後半ぐらいからなんだかんだ言って金森がツッコミ役ですよね。そうですね、はい、そこが鋭くなっていくっていうのはありますよね、はい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 、だから金森中心で見た方が実はお話は追っかけやすい、うんうん、まあ、僕も別にそうしたいからやってるというんではないんですけど、はいはいはい、まあ、なんとなくそういう方向に傾いていくっていうのがありますかね。この頃からこういうアクロバティックな構図っていうんですかね、はい、そうですね、見てる人間を悩ませるような今俺は何を見てるんだろうとまあ、やっぱり映像的な絵作りにしたいなっていうので、うん、ここも一コマ目から若干のこう俯瞰で描いたりする、はいはいはい、でもうここからあのパースがかかってるんですね、吹き出しに実は。あ、本当だ実はパース実はかかってますね。そうですね、はいはいはい、これだカメラに対してやっぱりこう真正面向けると、はい、まあ、分かりやすいかなっていう、こんな感じですね。はい、はあ、いい感じですね。時に金森さんよ、何ですか、牛肉これアニメ系の見学を誘って一、ね、人で細いという、はい、ようやっとキャラクターの内面がはいやっぱりでもそのなんかこう初っ端からこうなんですかね、その主人公が1ページ目でいい高校に入ったっていう4ページ目ですぐに一人が心細いでしょ、はい、やっぱりそのなんかこう主人公的な、はい、このキャラクターはどういうキャラクターなんだっていうのを、うん、あと物語の概要みたいなものを少ないセリフで、はい、あの説明するべきであるという考えに基づいた1ページ目で、はい、その後はまあキャラ付けとしてのまあこういうまあ小心者らしいセリフというか、はい、まあ、こういうものが出てくるっていうことですね、うん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 、それは僕が考えたというよりはその他の例に習ってという、あ、僕は本当に書き方を全然知らなかったので、うん、はい、まあ、ここで一応やる気に燃えてるのかと思えば一人が心細いんやってことで、うん、長所と短所を出してキャラを立ててるじゃないですか、うん、そうですね、で、それに対して結果的に立ってこの取引を要求したり嫌ですよ面倒くさいというふうなことで金森のキャラも、はい、ここら辺あたりで立ててるわけですよね、一回そうですね、はい、はいはい、なんか本当に普通の漫画やってるなと思って改めて読んだら俺びっくりしちゃったそうそうですね、この辺は全部僕のリアリズムというか、はい、僕の、 あの人間の等身大っていうのはこの辺りにあるなっていうのが、そこを使ってますね、なので、うん、まあ、ツレーション文化圏の人間っていうこういう、はいはい、まあ、ワードとかは、まあ、はい、僕がそういうツレーションとかのその意味がようわからんみたいなタイプの人間だからって、普通友達を
はい、だとかそっちの世界っていう、はい、普通って言ってるのをあえてツレション文化圏というふうにラベリングしてやったわけですよ。そうそうですね、はい、復讐行為なわけですね。中学生高校生の時の一緒だったやつがいたりしての、はいはいはい、そうですね。ということでアニメ系にこだわるんですかって言ったら、はい、アニメが好きだから、ね、はい、家で一人で、いや、いいじゃないですかっていうのは、はい、これ本音ですよ、ね、これ本音です。これ本音です。そのほら家で作りゃいいんであって、女誰かとやる必要なんかないだろうって。そんなことやった方がよほどこうなんかバカなやつらのなんかバカないろいろなこうしがらみに巻き込まれてようわからんものができて仲間になるんだから、そんなことは一人でやればいいんだっていうのは ものすごい裏あるんですよ。そうですね。ここになんか今ネームで5ページ分ぐらいある。そうです、そうです、そうです。だから漫画化するとやっぱりそういうところを省略しなきゃいけないなっていうのが、はいはい、ああなるほどな。それをグッと省略すると今時簡単でしょうっていう一言に。そうですね、はい、はいはいはい、すいません、一人で行動するのが怖いんだよ、はい、まあ、さらに、まあ、あのキャラを立てていくわけですね、はい、はいはいはい、で広い世界大冒険したいなと言いながらもうすでに書いてると。はい、書いてますね。で書いてるんですけども、この書いてるのを見てくれないわけですね。ここには全然実はここで天才の方が見えてるんだけど、まあでも別に金森は見る必要はないですよね。こんなものは最初から興味がないっていう、そもそも友達でもないっていうことを最初に。何書いてたんですかこれ。まあこれは攻殻機動隊とかにもあった履帯をこう多脚の足の先に履帯をつけて、はい、しかもそれをこうではなく立てるっていう。先生、あの一般向けにキャタピラと言ってますか。キャタピラ。履帯という専門用メーカー名というのはもう、そうですね、100の増資でおります。まあ、いくつか、まあ、履帯とキャタピラとあとクローラと無限軌道とかいろいろ言い方がありますが、はい、それを立てて歩くこともできるし前進むこともできるというやつ で、ね、はい、なんでこれを校舎から上を見下ろしながら彼女はこれイメージしてるんでしょうね。いや、やっぱりまあ落書きでしょうね。あの授業中に別に授業を受けながらそれにインスピレーションを受けて落書きするっていうのはないっていう、はいはいはい、そういう意味合いで、ね、それで実は金森が見てるのが水崎ツバメだと、はい、水崎だというふうなことで、はい、ファンに対して全員が水崎さんに金を落としてるっていう表現を取ると、はい、これはあの先生のファンに対するもうイメージもこの通り。いや、どうですかね。いや、この段階では違います。この段階では僕はあのまだファンがいないですし、読者もこの時点でこれを書いてる時点では獲得してないんです、はいはいはい、で、まあ、同人誌もあの僕はあの12ページぐらいの漫画を100円で、はい、で、はいはい、自分であのホチキスで止めて作った程度なので、はいはいはい、まだその人にその自分のコンテンツとかキャラクターを通して人から金をもらうっていう行為にそこまでの現実味を感じないので、はい、ここに関してはまだ違います。まだこのタイミングで、まだぬるかったわけです。まだぬるかったです。今このセリフ感を書くとでもやっぱこの辺になるよ。そうですね。というわけで、美咲の友達になってくださいよ、はい、無理だよあんな社交性の塊みたいに人と付き合うのは、はい、はいはいはい、これもやっぱりこの彼女たちがいる手すりのパースに合わせて、はい、そうですね、若干の吹き出しのパースがかかってますね。こっちと対比すると分かると思うんですよ。はいはいはい、はい、で彼女で人儲けできませんかねっていうふうなことで、はい、まあ、キャラがちゃんと立ちましたと、はい、はいはいはい、何でも彼女は財閥令嬢。俺これがね聞きたかったの、はい、未発見の財閥が山奥に見つかるかもよっていうやつがこれがね拡大しても読めなかった。ああなるほど、うんうん、はい、あのここ未発見の財閥って何。これ本当に今回すごい聞きたかった。ここに関してはほとんどギャグだと受け止めてもらって構いません。そう、ただこの、まあ、未発見の財閥っていうのは、まあ、要するにその隠れ里みたいなそういうイメージですかね。なのでなんかこう桃源郷じゃないですけど、うん、もう別世界とかになんかこう、はい、とんでもないお金持ちがいるんじゃないかとか、そういうのを、はい、まあ、財閥という言葉でやってるんですけど、まあ、財閥っていうのはそういうものではないので別世界、完全な世界、まあ、でも彼女が勝手に解釈した未発見の財閥だから面白いですよね、はい、そうですね、これなんか僕、はい、マジでかっこいいなと思ったんです、言葉として未発見の財閥。はい、というわけでアニケン見学行こうぜと、はい、ということでアニメ研究会を見学に行こうとします。で、まあ、メタなことから聞くと、はい、なんでこの視聴覚室の字がこんな古いというか、そんな時代からある学校なんですか。そうですね、ここ、はい、この学校はどのタイミングで戦争が起きたかっていうのは、まあ、まだちょっと書いてないんですけど、はい、戦前からある学校で、で建て増しして戦前から視聴覚室があるんですね。そうそうですね、いや、うん、まあ歴史が長いということで、うん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 、それでこういう視聴覚室みたいのがあって、
で、はい、でこの辺もこれあれですよね、あの残酷用の、そうですね、まあ、タイル張りとか、小さめのタイル張りでやってるわけですね、はい、そうですね、はいはいはい、上の方がアーチ状のタイル張りになっててとか、はい、あとこの辺はまあ真鍮の留め具みたいので、はい、この板を留めてるよとか、はい、そういう風な感じで書いてて、まあドアとかももう新しくなってるんですけどね、うんうん、で内部の構造もちゃんとあの音響がこうちゃんとうまく響くようにこの壁がこうガタガタしてるやつですね、はい、でこのアニメ系のアニメってどんなアニメだったんですか、はい、結局これは要するに動かしたい人間がよくやる、うん、あの爆発とあとアクションとっていう、はい、そうですね、なんであと荒野をかっこよく書いておいて、はいはいはい、荒野でアクションしとけばいい、はい、やりたいことができるっていうタイプのいか時間なくなる、はい、という、ね、はい、アニメだったということで、はい、彼女が食いついたポイントが、はい、音が遅れた、遅れたっていうことですね、はいはいはい、なんでこれに関してはその設計がどうのとかいろいろっていうよりはやっぱりちょっと演出的なところにここで実は噛んでる、うん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 、演出的なところに注目してるっていうこと。彼女はだから本当に言えば監督タイプなんですよね。そうですね、演出家タイプというか、はいはいはい、これがだんだんその監督が誰なのか誰になるのかよく分かんないように後半になってくるんですけども、はい、とりあえずこの珍しくこの漫画ってすごいスピーディーに進んでるのに、この辺り急にスローモーになって、はいはい、で言っちゃえばこれあのこの後アニメ犬が出てくるわけでもないから、はい、はいはいはい、今のところそうですね。なのに割と長いの作ってやってるのは、はい、彼女のこの演出家っぽいところを見せたいからなんですね。そうですね、それもあるし僕が動画を描きたかったというかその爆発とは何ぞやっていうのと、はい、音が遅れて聞こえてくるよっていうのを描きたかったっていう読者に。そうですね、読者何歳ぐらい想定したんですかこの時第1話の時。いやだから僕がこれ描いた時が、23ぐらいだったと思うんで、はい、まああの担当さんにどれぐらいの年齢想定すればいいですかねっていうのを聞いた時に、うん、まあ同年代とか、まあ、30代ぐらいまでだったらみたいな話をおっしゃってたので、うんうんうん、あじゃあまあこんぐらいで大丈夫だろうなと思って、うん、はい、まあ、結構なんか年齢層は高そうな感じがしますよね。そうですね、三崎は逃げてくる、はい、はいはい、三崎山奥財閥というふうに、はい、まあ、軽くここにもう一回繰り返しのギャグがあって、そうそうですね、はい、はいはいはい、まあまあまあこの辺は、まあ、この辺はもうそうですね、これがまあせいぜいマッカーサーだってぐらいの話で、マッカーサーのあのレイバーのグラスかけて、そうですね、はい、なんでそれ GHQ かというのをやりたいがためにこのマッカーサーにしたんですまあまあそう、そうです、そんなようなで帽子を、はい、借りて、借りて、はいはい、はい、逃げると、逃げる、はい、はい、彼女にしてみれば帽子がないっていうのはこういう性格の人だから多分これって対人防御でもあるわけですね。そうですね、防御ですね、はいはい、はい、ただまあやっぱり会場が暗いので、はい、まあ、その辺あとまあ別のものに注目してるってことで、はい、あの帽子が取られた瞬間も若干気づいてないっていう、はい、はいはい、これは過集中です。で悪化に追われる少女で、はい、面白くなってきやがったっていうのは、はい、まあ、ルパン、まあそうそうですね、ルパンやってみましょう、まあ、はい、やってみましょうっていうところで、後になったら、はい、もうこんな緩い分かりやすいパロディやらないじゃないですか。あんまりやらないです ね、 そうですね。この時まだサービスモード、いや、これは僕が好きなセリフなんですね、やっぱり、はい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 、なんでやりたかったっていうところがあるんですか。あ、だから、あの、これ書いた時実はあんまり気づいてないんですよ。あ、はいはい、あれこれ何のセリフだったかな、なんかあった気がするなと思いながら書いたオタクによくあるオタクあるんですね。そうそうですね、はい、はい、じゃあ後ろの席から来て、だから、はい、一番後ろで見ているこの2人と話しかけて、はい、帽子借りて最前列まで階段を降りて逃げて前へ行ってるので、はい、結構みんなが注目してるっていう流れ、ね、注目してますね、はい、で、なんだか知らない面白くなってきやがったことは、この2人も多分ここから前へ降りていかなきゃいけない。そうですね、はい、駆け降りていって、はい、ここは登場してなくて、これはもうシチュエーションの説明、そうですね、舞台の説明で、はい、図書室の方行って、図書室が室だけがこう圧縮されてるんですけども、はい、これなんでですか。これはあのおそらくあの学生が書いたから下手くそだったっていう、はい、で下にまず矢印、うん、進行方向を書いて、はい、でその後上から字を書き始めたっていう、はい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 、なので質だけが結局圧縮されてしまって、これをじゃあ書いた学生が下手くそなわけで、はい、漫画家さんが上から書いてったら、あ、収まんねえやってなったわけではないんですよね。まあ、ないですね。そうですね、さすがにそんなミスしませんよ。いや、結構すると思います。結構で、はい、いちご牛乳出されて、この人たちは敵じゃないというのが分かるわけですね。はい、そうですね。お気に入りのものを出してくれるっていうことで。はい、はい、はい、はい。死人したと。はい、これもなんか発見したじゃなくて死人したんですね。はい、
これ実は本当はこの、はい、あの双眼鏡なんでレンズが2つあって、はい、その視差がこういうところに出てこの階段のこの手すりのところのズレとかが本当は若干こう書いてあるんですけど、まあそんなところに気づくやつは一人もいねえだろうっていう、はいはいはい、あ、なるほど、はい、この線とこの線の差ですね。そうですね、はい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 、あと縦のラインも若干こう差が出てる、はいはいはい、こことここの差とかが出てて、で若干ここにこう描くようなこういう線が、これって双眼鏡でいわゆる2つのレンズで見るとこういう視差が中に出るんですか？そうですね、おそらく俺知らなかった、いや、おそらく出るだろうっていうところで書いて、うんうんうん、でなあの両目で見た時って脳でものをこう一つにまとめるじゃないですか、はい、合成してだから双眼鏡の影が大体まあ007でも何でもさ、ああいうのって双眼鏡出てこういう影ができるじゃないですか、はい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 、こういうでこういう影を絶対描きたくなかったので、はい、一つにまとめて円をあのほぼほぼ一つにまとめてこういうところに示唆を書きたかったっていうこれ誰かに伝わりました？いや誰もそんな指摘はこれもうそもそも僕の中でいけないのが、うん、こういう他の背景見ていただいても分かると思うんですけど、はい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 、線が切れてたりとか線がまっすぐではなかったりするっていう、はいはいはい、こういうあの緩い線で全体を描いてるので、うん、このいくらこれを描いたからといって、うん、これは誤差の範囲内になってしまうんですよ。でアシスタントバンバン使うタイプの人だったら、はい、これがちゃんと定規で引いた線になるからここが強調されるんだけども、もともとがフリーハンドで線引く人だから、そうだから全く意味ないんですね、はい、この漫画 のいつもの下手な感じっていうそうそうそうですそうなってしまうんですね。だからおそらくこれもう本当に全く意味がない、はいはい、僕が言わない限り誰も気づかない。あとすいません、はい、プロにこんなことしてるんですけど、はい、この空間なんですか？この空間はこれ怒られません、編集にちょっとこじつめろよと、お前肩書きたくねえのかっていう、これ多分肩書いてると思いますね、あ、はいはいはい、書いてるんだけど吹き出しで隠した、はいはい、で、まあ、この空間はじゃあ背景を描くのかっていうと、うん、その背景の省略について、はい、もうこのページで考え始めたので、なるほど、なのでここもその手前の手すりみたいなところをここは書いてあるんですけど、はいはいはい、後ろのこの線とこの線が出会うところ書きたくないので吹き出して隠すみたいな、そうですね、それに近いですね、そろそろ考え始めて、はい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 、でも多分書いてあると思います、うんうんうん、この辺りではまだ、はい、まあ、そろそろそういうふうなことを考え始めたわけですね、はい、でアニメーターは立派な役者なんだということで2人が入ってきて、はい、ようやっとキャラクターが出揃う、ね、はい、はい、で、はい、さっきのということでですね、はい、まるで友達みたいなふりをして話しかけてくると、はい、はいはいはい、なんでここにその吹き出しのこのくぼみがないのかっていうのは、これはちょっとよくわかんないですけど、はいはいはい、本来であればもうちょっとこうあるべきだったのではないかっていう、うんうんうん、この吹き出しの出っ張りとくぼみのパターンというか理由っていうのはあるんですか、はい、その位置にそのフレームに映ってない人のセリフが僕はへこんでて、喋、はい、ってる人のセリフは出てるんだと思ったんですけども、はい、そうですね、それは、はい、あると思います。普通にこうだからこの人がもしこの子まで喋ってると、はい、その吹き出しはへこんでるパターン、そうですね、はい、それって大原さんだけのルールなんですか？え、いや、違うと思いますけどね、駒貝にいる人はへこんでるっていう、うんうん、あ、そうなんだ、はい、俺なんかそういう風な漫画の読み方してなかったからよく分からなかった。あ、そうなんですね、はい、はい、ということで連れ去られるような、まあ連れ去られるというかですね、あの、よいしょ、でうちの使用人だというふうなことで、はい、誠に申し訳ないと親御さんが厳しい、これで、まあ、3人の会話がスタートすると、はい、そうですね、でもいきなり俳優になれてうるさいんだよと事情説明をしてくれる、はい、はい、で服でも洗いに行きますかと、もう周りにギャラリーがこうできてる、そうですね、はい、できてる、はいはいはい、これはもう彼女が目立つから、そうですね、さっきが目立つからのギャラリーなんですね、はい、そうですね、でこの位置で、はい、なんかこれなんかまだ漫画っぽい、そうですね、だからあのやっぱりこれを書いた時にこれだとどこにいるか分かりづらいっていう指摘とかやっぱりそういうのがいろいろあるので、はいはいはい、それに合わせてじゃあこれを使ってみようかなって、これ以外に僕はまだ技術を開発したりとかしてないので、うんうんうん、じゃあとりあえずこれを使ってみようかなっていうところで、これでもなんか割と大原漫画としては珍しいストレートの表現ですね。そうですね、ただあの僕はやっぱりこのアハハハとか、まあ、こういうのもやりたくないし、はい、ダダダっていうこの走る音とかも僕は本当は書きたくないので、はい、うん、そういう点ではまあ
似たものなのかな。まだ1話だし、はい、そうですね、はい、ということで、はい、こっから、はい、この辺からですね、このパースが明らかに読者に分かり始めるのは、はい、そうですね、はいはい、で、ランドリーに案内してくださいということで、はい、これ僕はもう前回気がつかなかったんだけど、はい、学校の中にあるランドリーじゃなくて学校外のランドリーに、そうですね、多分この橋が学校の境界線なんですか、はい、いやここはもう本当にあの学校完全に出ていて、別の場所にここにそのなんていうんですかね、あの住宅街みたいなのがバーッとあって、はい、でここに煙突がちょっと2本だけ立ってて、うんうんうん、っていう感じなので、もうここは全然別の場所、学校外へ出てて、はい、で行ってるんですけども、まあ水森は何も考えずに、はい、猫とかに話しかけると、そうですね、はい、話しかけると、これ何、あ、これはあのよくこういう裏路地にあるような、はい、あの発泡スチロールを利用した水槽ですね、水槽みたいなやつですね、はいはい、でこれはあの屋外用 の, あの電源ですね、ああはいはい、下からあのコンセント刺すタイプね、刺してガチャってやる、はい、書きたくなるんだすげえな、ということでランドリーに到着して、はい、これ学校の中じゃなくてと、はい、これなんかレンズすごいですね、このあこの、はいはいはい、構造で屋根の裏まで見えてしまって、はい、でここが割と望遠っぽいレンズで撮ってるので、はい、そうですね、若干ここ、はい、明らかに頭の中で合成してる、そうですね、こういうのを描くときって頭の中だけで作るんですか、そうですね、もう描きながら資料写真使えないですよね、これないですね、なので、ま、大まかにパースがあってていれば、合っているというか、あの感覚的に違和感がなければそれでいいと思ってるので、うん、あのパースはあんまり取らずに、手前はこうで、うん、奥はこうで、ただあのなんか、はい、言っちゃえばこの家とこの家のパースが違いますよね、はい、そうですね、これ、はい、これっていわゆるこの上からの魚眼パースにやや近くて、こいつって割と望遠パースの位置なので、そうですね、はい、はいはいはい、でまあちょっと向きもこっちにこう、うん、向きがこう向かってきてるので、はい、まあ、その辺でまあ適当に描いてるっていう、うん、ただあの魚眼といえどもあの遠くにあるものは望遠で映るっていう特性はあるので、はい、の奥に行くに従って、まあ、線とかもこう平行に直角になっていくっていう、なんだろう、密度というかですねあここにアンテナ入れて、はい、アンテナ固定用のワイヤーやって、はい、ここに吹き出し配置で、はい、ここに木まで書いてここに煙突入れてるでしょ、はい、なんかもうあの隙間怖いですいやというか書きたいものを書いたら、うんうん、こう隠してしまう吹き出しの置き場に困ったぐらいですね急にここで何も背景ないっていうまあでもそれ言ったらここもないんですよね、ないですね、はい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 、本当はここ書きたかったんですけど、本来ここってもっと抜けのいい絵を描くはずが、この天井で塞がれてすごい圧縮した絵になってくるから、はいはい、圧迫感のある、そう、はい、このページ全体全部グーッと詰めてますよまあでもやっぱりその狭い空間として描くんでジャンプの編集には怒られそうですよねこのページどこで抜くんだってまあジャンプには一生お世話にならないだろうっていうところでまあ平気じゃないかなという、はい、でどんな絵を描くんですかということで、はい、水崎の絵にですね、はい、興味を持つと、はい、いうことで絵を見せてもらうと、はい、でこれなんだけどアニメーターっぽい絵ですなっていうふうに言うんですけど、はい、これはアニメーターっぽい絵になるのかな、なんだろうな、これどう思いますかね、皆さんこれがアニメーターっぽい絵だと思いませんか俺これはあの、はい、イデオンなんかのキャラでその小川さんっぽい絵だなと思って、特定の、はいはいはい、そうですね、このアニメーターっぽい、アニメーターこんなね、はい、影とか入れてるデッサンしてるのあんま見たことないから、結構言いますよ、一定数、うんうん、でまあ、この辺多分最近の流行りでもあるとは思うんですけど、うん、この、まあ、アウトラインだけでこのシルエットをバーって掴んで、で服のシワの感じとかもカーッとこう簡単に撮って、うんうんうん、で簡略化した状態でどういう立ち姿に見えるかとかいうのをパーッて描く、はいはいはい、でこういう手とかもこういう手を描きたがるというか、やっぱ小川さんだなそれは反らせたがるみたいな、あ、まあ安彦さんもよくやりますよねなんかこうあのジオン大君が死ぬ時変な指して死ぬけどこういうはい、なんかっていうので、俺と一緒にやったらダメだ、はい、あのあなたも一緒にあの安彦さんをディスったっていうふうに後で流れてしまう俺がやった時は困った人だみたいな顔してたもん、わかりました、わかりました、まあっていうようなこの手の甲の反りとかですね、うんうん、まあ、そうです、この辺描くところが、はい、手のひらとか指の形を、はい、
書きたがるところが、私が苦手な人物画だよっていうふうに言っちゃうのが分かりますよね。うんうん、この人、ね、設定の中に人間描かないし、はい、描くとしても多分ここをごまかすでしょうしね。そうですね。最初の設定画に一応載ってる人がいたんですけど、うん、はい、ただのマルチョンみたいなやつだったので。ドラえもんみたいな、はい。ということで、浅草さんの絵を見せてもらって、はい、自分にはないものを発見すると。そうですね。はい。これで見ると、やっぱり彼女の髪型ってかなりシルエットで描いてますよね。そうですね、うん、はい、水崎に関してはもう本当にシルエットで、うん、まあ、ノリが張り付いたみたいな、はい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 、ただ髪の流れとかいう点ではやっぱり、うん、あの全員束になってるので、うんうんうん、こうサラサラのこう流れる髪みたいな、なんでなんですか。いや、僕がまず描けないっていうのと嫌いなんですか、割と女の子の髪の毛とか。そうですね、あんま好きではないですね、うん、ここではまあ一応、はい、あの彼女が描いてるという設定で描いてるじゃないですか。この辺はまあ髪の流れとかをちょっと描こうかなって描いてみようかなっていう感じの絵で、まあ、この辺はもう束になってる、うんうん、でこの辺はもうハゲっていう、ハゲってて、はい、すごいな、なんか好き嫌いがはっきり分かれてて面白いなで、イメージボードって何です、知らなかったと、はい、そうですね、その金森の、はい、まあ、知識レベルは、はい、まあ、読者ぐらいに落とした方がいいんではないかっていう、ちょっと、まあ、読者っていうのは、うん、あの一番その詳しくない読者のラインに、はいはい、落とすっていうことですね、はい、その水準にすることによってあの理解がしやすくなるっていう。でもうあの感動ですよね、はい、初めて設定画と分かってもらえたということで、はい、この2人の力を合わせればアニメができるというふうに思った、はい、そうですね、まあそれもそうなんですけど、はいはい、あの結局金森がやりたいのは水崎を使った、はい、まあ、金儲けだったんですね、まあ、最初の段階では、はい、なので金森としてはその水崎をこちら側に引き込む、うん、こちらとこう関係を作る、うん、まあ、もう、まあ、それがこの目線なわけです、まあ、そうですね、すごいよこれっていうふうに水崎が言ってるので、はい、この浅草みどりとアニメ作りませんかというふうに言い出したそうですね、はい、悪いやつだなこいついい感じですでも私部活入部できないということで悩んでたらですね、はい、部を設置すればいいじゃないですかという熱いセリフを、はい、まあ、この人は別に熱いですかね、まあ、熱いですよこれ僕が見てる限り、はい、この漫画の中でやっぱ一番熱いのは金森なんですよ。だから金森が主役に見えちゃうんですね、はい、なんか他のキャラクターっていわゆる自分の好きなものがあって、はい、その好きなものに進むっていうのがあるんですけども、はい、この人はそれが自分にないコンプレックスがあるから、はいはいはい、何かこう金のためとかですね、いろんなプロテクトで喋るんですけど、時々この本音が出ちゃうっていう。いやーでもここに関しては、うん、あの何をバカなこと言ってるんだっていう意味でもあるんですよ、うん、その入部がダメとかいう、そもそもあの入部できないわけないじゃないですか、うんうん、子供が入部しますって書けばそれは入部できちゃうんだから親に止め去られてるから入部できないなんてことはないんですよ、うん、これは親の管理下にやっぱりあの精神的に属してしまっているからというふうに過ぎないなので、うん、その辺をそりゃそこは違うじゃんみたいなことで解き伏せるっていうのはめんどくさいんで、うん、あのこういう別の理屈をぶち込んできて、入部がダメなら部を作っちまえばいいじゃんっていう、うん、そういう、いや俺熱く感じるわそうですか、熱く感じるっていうのはね、自分自身が学生の時にアマチュアアニメ作った時にこういう理屈を使ってたから俺らみたいにこういう理屈使うよねでもあいつらこんなこと言うよねまあ、そういう近畿大学みたいな大学卒業してどうするのまで俺言いましたからすまんがあの時の近代世紀のみんなお前らみたいな大学卒業して何になるんだってひどいなって思いながらまあ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 でもそうですね、それが熱いんだとすればやっぱり熱くはなる。あとはそのもろもろのサポートしますよっていうこの、はい、なんでしょうね、もろもろのという、はい、有限責任みたいなことを言ってるんですけども、はい、なんかね結構この熱いセリフでちょっと僕はしびれちゃったんですけども、はい、そうですね、ここはとりあえず合作でもしてみたらどうですか、はい、ということで、はい、いきなり合作簡単でしたね、はい、ページ切り取って重ねて、はい、透かせばこうなる、こうなるってめちゃくちゃ早い、実は大体何でも合うってやつですよね、はい、そうですねまあパースがまあおおむね合ってればみたいなところですね。だからか、まあ、大体望遠かなんかにしとけばどこにでも貼り付けられるだろうっていう、まあ、2人とも自分の趣味を他人にあんまり言えなかった人が初めて何か力を合わせるっていうのが分かった瞬間だと。ああ、なるほど、はい、であとそれを指導したのが金森だっていうので、まあまあ関係性が分かってきた、はいはい、あ、何かアニメっぽい、他
他にも合作しようよ、はい、ということでですね、はい、もう本当にもう魂の入ってない適当なセリフなんですいません、もう45分近くてですね、はい、これかっちょいいよというふうなことで、はい、まあこれ下手なメカなわけですね、水崎が書いた。そうですね、はいはい、ただ僕が好きな要素は全部もうこの時点で入ってるっていう、この時点で入ってる、はいはいはい。でこれをこれの上に自我に書き足してるわけですよね。そうですね、書き足してですね、書き足してこうなってる。枠に斜めの線入れてよというのはこのいわゆるトラランみたいなやつですね、警戒色のシマウマですなということで、何用の船じゃろうと、ウィンチとかそういうのをつけてっていうふうなことで、あ、結構ね、この後僕大駒あの見開き来るのかと思ったんですけど、ためますね割と。そうですね、そうですね、まあ、設定が好きなんですよ、はい、どん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 進んでいって、はい、金森は置いてけぼりな感じですね、はい、まあやらせてるんで別に金森としてはどうでもいいっていうことなんですかね、はいはい、ニヤニヤしてるわけですよね、はい、で最強の世界、彼女は彼女であの最強の世界っていうのを描くために、はい、絵を描いてるという、はい、はっきりとした方向性が示されると。そうですね、はい、水崎の方は浅草という人間を面白がり出すと、はいはい、そうですね、やっぱりここも共通の友達がいないっていう、はい、共通の趣味みたいなものを持ってるとか、はい、刺激を受けるような友達がいないっていう点で、はい、まあこういうところで、ああ面白いぞってなってる。熱くなるわ、なんか漫画ごととは思えない趣味同じ人間っていうのを生まれて初めて見た時にそうなりますよね。そう、ものすごい、うわー来たかこれはっていう俺高校大学までそういう人間に全然出会えなかったから、はい、あ、はいはいはいなるほど、いや僕もこういうやっぱりこういう気持ちはありました。なんかね、はい、小学校とか中学校ぐらいの時に、はい、東京ってなんか SF 研究会があったり、はい、アニメ研究会があったりするんです、はい、だから小学校とか中学校でそういうやつ友達に出会ったやつが、はい、もう憎らしくて憎らしくてうちの母はなんかこう、はい、あの小学生の時に、はい、あのネオナチがいたって言ってましたクラスに何人かネオナチがいてなんかこうハーケンクロイツみたいなのつけて、うんうん、なんか自分でそういうナチの制服みたいのを着た集団が、はい、男の子の集団がいて、まあ私立ですかやっぱ。いや普通の公立学校で、はい、すごいないたって言ってましたね。でもやっぱりそういう子は頭がある程度いい奴らが多いんで、はい、今もまあそれなりの役職についてるらしい。元ネオナチを隠しながら小学生の時はネオナチやってましたっていう人が今こう社会を支えてるわけですね、はい、ということで浅草がどんどん設定をつけていくと、はい、この辺ライトつけた方がいいんじゃないよというデザイン的に言うと、はい、エンジンのスペース圧迫しますなっていうツッコミが入ってきて、はい、でアニメーションした時にもっと動くようにして、はいっていう、まあライトごときでエンジンの位置圧迫するなんていうのおかしいですけどねいや自分で使わなくていいですはい、わかりました。ターボファンエンジンとかよりはもっとメカ、はい、あのそうですね、生物っぽくやってみたいというようなことでできたのが、はい、やっと初見開き、はい、すごいですねこれでいきなりこれできたの後かっこいいって自分で言ってかっこいいやっぱりかっこいいですねできたかっこいいってやっぱりなりますから俺やっぱあの好きなのは、はいはい、下から見たパースでこの椅子のペダルの位置を指定してくれてるところが分かりやすいっていうことと、はいはいはい、あと前も言ったと思うんですけど、案外乗り方がかっこ悪いところですね。そうですね、これまあタンデムというか、はいはいはい、だからあの前に人がいるからこの前の座席を足で挟むようにしてこう、はい、ここに人がいるんですね、はいはいはい、こうやって乗ってる。なので後ろの人はちょっとガニ股になってる。前と後ろの人のですね、はい、その差は何だ、 差というか何の役割の差があるんですか書いてた当時は考えてたような気がするんですが、はいはいはい、まあ後ろの人はそうだ、まあなんかこう公開史的な役割なんではないかと。はい、で一応ここにまあペダルがあるにはあるんですけど、うん、まあこれはまあ足を置きためのですね。そうですね、ペダルですよね、はい、だから操縦はこいつに任されていて、はい、それ以外の通信とかエンジン出力とかの管理とかは多分そうですね、後ろで。なのであの座席の後ろにこの辺にモニターがあるような、はいはい、イメージではあるんですよ。はいはい、はい、でこの人はモニターというよりはもう目視で外界を見て撮る。そうですね、はい、はいはい、任意の方向を照らせるライトっていう、はい、いきなり自由なことが書いてあるんですけど、はいはい、まあ、まあこの辺はやっぱり誰が操作するんだよとか思ってまあその辺は運転支援システムとかそういうのがあるんではないかと。あのフランス車のシトロエンって、はい、ハンドル切ってるのライトそっちが回るバカだよねあいつらいやでもそれなんか確かあのスバルもやってませんでしたけどだからすぐやめたじゃん役に立たないから左に切ったらライトやや左に置くっていういやでシトロエン乗ってる人に聞いたら、はい、あれがすぐ壊れるって左向きっぱなしとかなるんですかね。そうそうそう、怖いな。なっちゃう。
はい、ということで、できたということで、はい、この初めて、まあ、合作というのかな、あの、はい、ちゃんと作ったものができたわけですね、はい、ここから妄想スタート、はい、これに乗って、無理やり3人乗って飛んでると、はい、で一応こういう後ろにはファンもつけたと、はいはいはい、そうですね、はい、でセリフがここに書いてある、しばらくこれ分かんなかったですまあグラスコックピットみたいな感じで、はい、危ねえ、頼んだ対応3人ならできるというですね、はい、まあ、ストーリー的な流れがあって、はい、合間を抜けると、まあ、廃墟みたいなところから、はい、なんと何が見えるかって、まあ、みたいなちょっといい感じのセリフがあって、はいはい、ダーン、はい、ね、いいっすね、気持ちいいっすね、 ありがとうございます。いえいえ、前も話した通りも僕はもうこれが大好きそうですね、これはもう、まあ、ビルの合間を、ここら辺の合間から抜けてコードを上げると、はい、こう、これは別にあの3人が後に作るアニメというわけではないんですねそうですね、この辺はもう、はい、なんとなく、ただやっぱりネタっていうものは、昔作ったネタを繰り返すっていうのは、うん、まあ偉大な人間もよくやってる話なので、なんか、6巻か7巻あたりで作ってそうな気がしますよね、この世界。そうですね、うん、だからネタがなくなった時にそれをやるのか何なのかちょっと分かんないですけど、なんて切ない言い方だいやいやでまあ、この辺とかは、まあ、はい、あの雷が落ちてちょっと割れちゃった木とか、 あとなんか井戸らしきものがあるんですけど、うん、こんなところから井戸が、うん、とはどうなんだ、はい、こう水流れてますけどね。大原作品って、はい、人が今住んでて活動してるところよりはやっぱ廃墟っぽいところが好きですよね。そうですね、そうですね、うん、まあ、生活感、他者になんか自分を投影するとかっていうのがあんまりないような気がするんですよね、うん、なのでその自分一人の空間みたいなものを楽しみたいっていうところで言うと、うん、あの人間が生きてるらしい、生きてた、あるいは生きてたらしいあの形跡っていうのは見えていいんですけど、うん、人間がいてもなんか僕にとってあんまり楽しくない感じがありますかね。俺元嫁さんに、元、はい、結婚してる元奥さんに、はい、あんたのコレクションが異常なの気がついてるっていうふうに聞かれたことがあっていろんなおもちゃ持ってるけど、はい、人間型のもの一つもないよねって同じじゃないかなと思って。僕もこういろいろ持ってるんですけども、もう本当にキャラクターがほぼない。これもう特殊なんですよ。あれ宇宙服なんですよ。人間じゃないです。で、だからもう本当に物しかないんですよね。乗り物とか。で、これを見た時に何か友達感というか、あなたも同じ異常者ですね。異常者。まあまあまあ異常者ですよね。まあ人間描きたくないっていうのは、まあ本当にそういう人がめんどくさいから、人描くのがめんどくさいからとかではなくて、割とその、あの人間がいることで何かを乱される感じがすごくあるので。で、だからといって人間嫌いじゃないので、人間がいた痕跡だけは描きたいわけですよ、はい、そうですね。なので、例えばこことかだと、ちょっとこれ、あの酒場的なイメージで描いてるんですけど、ちょっと内側から光が漏れてるみたいなのちょっと描いてる。だからこういう人間が廃墟ファンになるんですけどね。まだ上陸が OK されてない頃の軍艦島行きたかったりするような、はい、行きたかったっていうのは、はい、行きたかったですね。まあまあボーンと最強の世界がついに見えた、はい、何かすごい絵が一瞬見えたというふうなことで、はい、彼女の方は実際のアニメーターの、アニメを見たがって帰ると、はい、井上さんが作家やってるっていう、はい、別にこれ、はい、金森はこんなこと考えないわけですね。そうですね、はいはいはい、もう自分の絵の方に興味があって、他人が作った作品は、あ、水崎ですね、あ、水崎の方は、はい、あんま考えないんですか。そうですね、まあ、はい、やっぱり見逃せないものがあればっていう、はいはいはい、まあ、こんなものは後でも見れるんじゃないかっていう、はいはいはい、いや、あの水崎は急に押し帰るぞっていうふうに言ったんですけども、はい、浅草だ、浅草の方はあんまり考えてないんですね、はい、絵が好きな割に。そうですね、そうですね、人がも、うん、人のものを見るというよりはどちらかというと、そうですね、はい、これまでのやつでもこの人のアニメがっていうのはあんま話さないですよね。うん、そうですね、はい、あ、というわけでやっと1話で終わって、ここで1話が終わると、洗濯が終わりました、はい、洗濯を取り戻してくださいということで、はい、本来だったら一コマごとにやりたいのになって思って、はい、そうですね、まあもちろんこういうところでこのコマはどうなんですかとか聞かれて、はいはいはい、これこの時計なんでこんなしょぼいんですかとか聞かれて、はい、いやこれめんどくさかったからですって終わるっていう、もうそろそろ背景疲れてるけどパースだけは合わせてるっていうのが分かります。そうそうですね、まあその程度のこと、はい、なんかね、ここに平面的なものを書いて、はい、わざわざめんどくさいパースを作るというところが、はい、作者の心意気を感じますよ。この円に角度をつけるっていうのはそもそもめんどくさいわけで、それはまあやってはいる。映像系には手を出すなのですね、小原先生との対談に関して、既視感あると思ったが工画部 R っぽいっ
ていうコメントですね。あの、究極超人 R っていうですね、結城正美さんという人がですね、昭和の時代に書いた名作漫画があるんですけども、映像系には手を出すなって、確かにその究極超人 R っぽいんですよね。R の方がキャラクターの数が、キャラクターの出方が落語的でですね、なんかこう全員キャラが立ってるという、まあちょっとした違いはあるんですけども、それぞれの時代ごとに、R っぽい、究極超人 R っぽい、もしくは映像系には手を出すなっぽい漫画が、多分ね、10年か15年に1作ずつ生まれてるんですね。それの、まあ、伝統、脈々としたその伝統の中のもんだと思います。で、面白いのはやっぱ作者のね、人間性というかですね、人間感が如実に現れちゃうんですね。だから、結城正美のですね、漫画を見ると、ああ、なんか人間っていうのは面白いなっていう感覚で出てくるんですね。で、映像系には手を出すなっていうのを見るとですね、それは人間にはですね、才能というのが動かしがたくあって、その人にはこんな世界として見えてしまうんだなっていうのがあるんですね。で、このちょうど中間にちょっと今タイトルど忘れしたんですけども、あの、モーニングでやってたですね、あ、原始犬だ。原始犬という漫画があって、原始犬という漫画はもう本当に作者が出てくる人物を善と悪で分けてる。善と悪で分けるってことはないんですけども、世界観が子供っぽいんですよね。だから大人っぽい、あの、結城正美作品、そして、アーティストっぽい、芸術家っぽい、その大原作品と違って、原始犬は子供っぽい、あ、こいつはいいやつ、こいつは悪いやつっていうですね、こう決めつけでですね、ストーリーが流れてる。というのでありながら、なんかそのオタク集団のあり方っていうのをですね、時代時代で書いてる漫画が出てきて、面白いなというふうに思いました。ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデーディア岡田斗司夫。ハッピーバースデートゥーミー。